目をつぶって、おー、深呼吸を一回してください。さあ、これから現在の問題を探るという瞑想を行いましょう。意識を第一チャクラ、尾低骨あたりに向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を尾低骨に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きましょう。意識を尾低骨に向け、吸い気とともに赤色の光を吸い込んでください。吐く息とともに尾低骨のあたりが温かな赤色に輝いていくところを想像しましょう。お腹をへこませながら、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きましょう。第一チャクラを開くと上手なグランディングができます。想像力を100万倍働かせて、自分自身が母なる大地のエネルギーとしっかりとつながっているところをイメージしてください。大きな安定感を得ていく様子をイメージしてください。そうしているととってもいい気分です。雑念が浮かんできたら、目の前にとうとうと流れる宇宙のエネルギーの流れを思い描き、その流れの中に雑念を流し去ってしまいましょう。さあ、今度は意識を第二チャクラ、下腹に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を下腹に向け、次の音を聞きながら息を長く吐きます。お腹をへこませながら息を長く吐いたら、今度はお腹を膨らませながら、吸う息とともにオレンジ色の光を吸い込んでください。そして吐く息とともに下腹が温かなオレンジ色に輝いていくところを想像しましょう。お腹をへこませながら、次の音を聞きながら息を長く吐きます。第二チャクラを開くと、人生を情熱的に生きることができます。想像力を100万倍働かせて、自分自身が生きる希望にあふれている様子を思い描いてみてください。実際に人生を情熱的に生きている様子を思い描いてみてください。そうしていると、とってもいい気分です。さあ、今度は意識を第三チャクラ、みぞおちに向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識をみぞおちに向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。その声を吐きながら、おながら、吸う息とともに黄色い光を吸い込みましょう。そして吐く息とともに溝落ちがきれいな黄色に輝いていくところを想像してください。おー、第三チャクラを開くと自信とパワーがみなぎります。想像力を100万倍働かせて、実際に自分自身に呼吸を何度も何度も続けていると、大きな自信が湧き上がってくる様子を感じてみてください。実際に水落ちに意識を向けながら、何度も
深呼吸をしていると順次に大きな自信が湧き上がってきます。そうしているととってもいい気分です。おさあ今度は意識を第四チャクラ胸に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を胸に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きましょう。お腹をへこませながら、あそして水気とともに緑色の光を吸い込みましょう。吐く息とともに胸がきれいな緑に輝いている様子を想像してください。そして息を長く吐きながらお腹をへこませて息を長く吐きます。あそして第4チャクラを開くと無条件のエネルギーを感じます。想像力を100万倍働かせて、自分自身が実際に自分を愛し、他者を愛し、他者からも愛されている様子を描いてみてください。そうしていると無条件のエネルギーを感じることができ、とってもいい気分です。あさあ今度は意識を第五チャクラ喉に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を喉に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。お腹をへこませながら、そしてお腹を膨らませながら吸気とともに青い光を吸い込んでください。そして吐く息とともに喉が美しい青色に輝いていく様子を想像しましょう。お腹をへこませながら息を長く吐きます。第五チャクラを開くと素晴らしいコミュニケーション能力を得られます。想像力を100万倍働かせて、実際に自分自身が自分の思いを自由に人に話しているところをイメージしてみましょう。自分自身が自分の思いを人に話し、それだけでなく人の話も快く聞いている様子を描いてみてください。素晴らしいコミュニケーション能力を得ている様子をイメージしていると、とってもいい気分です。雑念が浮かんできたら、目の前にとうとうと流れる宇宙エネルギーの流れの中に投げ込んでしまいましょう。さあ今度は意識を第六チャクラ頭の中心に向け、何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭の中心に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。お腹をへこませながら、いそしてお腹を膨らませながら吸う息とともに藍色の光を吸い込みましょう。そして吐く息とともに頭の中心が美しい藍色に輝いている様子を想像してください。
第6チャクラを開くと素晴らしい洞察力にあふれます。想像力を100万倍働かせて自分自身か真実を見通しの様子を考えてみてください。直感力にあふれてる様子を考えてみてください。アイデアがどんどん湧き上がってくる様子をイメージしてください。そうしてるととってもいい気分です。さあ今度は第7チャクラ頭頂に向け何度も深呼吸をしてみましょう。意識を頭頂に向け、次の音を聞きながら鼻から息を長く吐きます。お腹をへこませて、そしてお腹を膨らませながら吸う息とともに紫色の光を吸い込みましょう。そして吐く息とともに頭頂が美しい紫色に輝いている様子を想像してください。お腹をへこませながら息を長く吐きましょう。次の音を聞きながら、第7チャクラを開くとワンネスの世界を感じます。想像力を100万倍足らせて自分自身が実際に工事の世界とつながり、すべてを理解しすべてを知る、そんな様子を描いてみてください。すべては一つであるというワンネスの世界を感じ取っているととってもいい気分です。さあこの高い意識状態において現在の問題を探り、それを嗅ぎ出すという、そしてさらに自分の考え方の癖を発見していくということを行いましょう。それぞれのテーマで思い浮かんだことをどんどん紙に書いていきます。2分半経ったらこちらからお知らせをしますので、大きく深呼吸を3回してください。2分間経たなくても筆が止まったら目をつぶって深呼吸を3回するということを行ってください。さあまず一番最初、状況把握。最近感じた心が揺らいだこと、問題だと感じていること、それらを紙に書きましょう。はい、お願いします。自分の心が動いてしまったようなそのひとときを一つ思い描いて、それを紙に書いてください。具体的に具体的に書きましょう。ある日の一場面、そんな感覚でも構いません。
攻めかれていることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度はその時の自分自身の感情を書いてみましょう。その時の自分自身の感情、その感情は憂鬱が何パーセントか、不安が何パーセントか、怒りが何パーセントか、喜びが何パーセントか。さあ2分半の間しっかりと吟味して書いてください。一旦お願いします。さあ書いてあることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度はその時頭の中で考えている理屈を書いてみましょう。それはこのこれこれこういったことで起きて当然だと、それはこういった感じで自分がこうやって思ってしまうのは当然だとかっていう、そういうふうな理屈を複数個どん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 列挙していって、それらに一番それをそうだというふうに感じるところが100としたら何パーセントか書き出してみてください。
さみかいてることを書き終えたら波をつぶって深呼吸を3回してください。さあ今度は4番目の合理的な考え、その1番目で見た問題を慈愛に満ちた意識で解決策を見出すとしたら、1番目の問題を慈愛に満ちた意識で解決策を見出したとしたら、どんな解決策が浮かんでくるでしょうか。それを紙に書いてください。お願いします。さあ書いてあることを書き終えたら目をつぶって深呼吸を3回してください。さあこの慈愛に満ちた意識で解決策を見出したとしたら、先ほどの問題は頭の中で考えているこの感情が何パーセントになったでしょうか。不安な気持ちが少なくなって喜びが何パーセントになって増えていったか、それからその頭の中でこねているいくつのそれぞれのこれが当たり前っていうのがだんだん減っていって、より合理的な考え方にどのように変化していくのか、そのようなことを紙に書いてください。はい、お願いします。2の感情と3の思考が合理的な考えをするときにどのように変化するか、その変化の様子を紙に書いてください。
さみ書いてることを書き終えたら、目をつぶって深呼吸を3回してください。さあ、そしたら意識をゆっくりと肉体の置かれている時間と空間に戻します。激しい運動をした後に呼吸を整えていくように、それぞれのチャクラのエネルギーを沈めていきましょう。一つ一つのチャクラの様子を観察をしながら、ゆっくりとゆっくりと意識を戻しましょう。第7チャクラ、頭頂のエネルギーが沈まります。第6チャクラ、頭の中心のエネルギーが沈まります。第5チャクラ、喉のエネルギーが沈まります。第4チャクラ、胸のエネルギーが沈まります。第3チャクラ、みぞおちのエネルギーが沈まります。第2チャクラ、下腹のエネルギーが沈まります。第1チャクラ、鼻底骨のあたりのエネルギーが沈まります。意識をゆっくりとゆっくりと戻しましょう。意識が戻ってきたら、手と足の指先を動かしてください。手首、足首を動かしてください。そして体全体の筋肉にグッと力を入れて、意識をしっかりと戻しましょう。意識が戻ってきたら、軽く伸びをして、ゆっくりと目を開けてください。